皆さんこんにちは。レック専任講師の佐々木い美と申します。本日は一時間でわかる不動産登記法というタイトルで、これから司法書士試験目指してみようかなという方の向けに、まあ不動産登記の体験講義ですね。こちらをね、ごしょあのしてまいりたいと思います。 でまず私の方で使いますレジュメですね PDF でアップされていると思いますけれどもそもそもお不動産投をこちらをですね、えー、しっかりと学習されたことのある経験、まあ、例えばあ大学の法学部で選択科目でやったことがあるよとかあもしくは 宅建の受験生とかであれば、不動産東京ってなんかね、えー、あったかなというレベルかもしれませんが、あまあ,あの司法書試験はですね。あのまあ、登記の専門家実務家登用試験という形になりますので、えー、この不動産登記をかなりがっつり勉強していくことが必要となります。ただ、先ほど申し上げましたように、例えば法学部だとか宅建試験だとかで。で、えー、不動産登記をちょっとかじったことがあるよ。という方にとってみると。まあ、 ああままり面白くなないいいととうう記憶がが、ろか思すただこの不動産登記ってですね実はしっかり学習すると結構面白い科目なんですよ。そしてまた司法書士受かった後ですね、えー、大体どこの司法書士事務所でもですね、えー、不動産登記やってないですよっていう事務所は基本ないんですね。 ですから受かった後実務において大きな柱となることは間違いなしですしそしてまたしししっっかかかりり正面から学習してていいけばかなり楽しくな楽くくると思います私も実際ですね私は「宅建からのステップアップ」として使用書士目指した口だったんですがで宅建やってる時には正直不動産登記、まあ、つまんないからというようで捨ててましたただあのね使用書士試験を目指すことになった時ですねあのなんかちょっとねつまんない不動産登記やる人だよねみたいなイメージもあったんですが。 あただあやっぱりね、えー、正面からやってみるとまあ,あ得点源でもありますしそしてまた、えー、結構楽しいんですねあの特に記述の勉強なんかは、えー、ゲーム感覚といったところもありまして、まあ、です是非ですね、えー、そういったまあ不動産投議がっつり学習して、まあ、楽しんで、えーまあ、勉強を進めていただきたいかなと思います。でそここでで今日は入りり口ですね、えー、これを押ししてま,いりましょう では、えー、そもそも、なんで不動産登記という制度が存在するのでしょうかというところ、えー、こちらを話してまいりますがでなぜ不動産に関する権利関係の情報公開制度として登記が必要なのかというところなんですがでこの登記を扱っているのが法務局という、ねえーまあ、あの法務省の,お、ねえーまあ、あの機関の一つなんですけれども。 でその法務局というところは、まあ、俗に「トークなんて言っていきますがそこで扱っていきますでまず、えー、それは、ね、不動産に関する物理的状況、えー、および権利関係を公示することで国民の権利,を権利の保全を図りそれにより不動産取引の安全と円滑に資することを目的とするとありますが。 で物理的状況というのは例えば建物なんかであれば何階建てで例えば木造か鉄筋コンクリートかねそういった物理的状況さらには権利関係例えば所有者が誰ですかとか銀行からいくらいくら担保いくらの担保がついてますよとかそういった権利関係の情報公開という形です。で こんなね個人情報の時代にですよ、えー、この不動産の所有者誰ですよとか住所とか氏名とか載るんですよそしていくら分の銀行の担保ね抵当がついてますよとかっていう情報まで載るんですがで、えー、これは何のためかもう不動産取引の安全と円滑というところです。で まああのー、例えばね、えー、あのー、以前ニュースをにぎわせたような、えー、例えばその不動産、えー、これをめぐる詐欺まがいの、まあ、地面師とかね、えー、そういったような事件もあったりはいたしましたけれどもまあ できるだけこの不動産登記制度というものがそういった、ねねえー、虚偽の登記を防ぐようにあれ実際ですねあの抗議でも扱うような事案なんですが、えー、通常の登記ではなくてまああのね、えー、仮登記というちょっと特殊な登記というものを用いて、えー、行われた事案だったんですが、まあ、そういったものも抗議の中では、えー、具体的にお話をしていきますがね、えー、あれはちょっとレアケースとして、えー、別の話といたしましてじゃあ 不動産取引の安全に資する円滑に資するどういうことかまずエグザンプルといたしまして A が自己所有の高土地を B に売却した後 C にも売却したで、えー、それをね二重譲となんて言っていくんですがでまあ、そんなやついるのかというところは置いといてまあ、結構いるんですよ。まあ、それは置いといてまず 土地の所有者でちなみにこの平行四援形の図これが出てきたらはもう講義では土地のことだと思ってください。A ささんんが B さんに対してこの土地を買いませんかというふうに話を持ちかかる「1バイ売買とありますがじゃあねここで「B さんは通常不動産購入する際には登記を見て売り主かどうかを確認します。 でそうすると、えーねえー、当期に、A、所有の名前が書いてある A さんの住所氏名が当期に載ってるということであればあ売り主さん、えー、所有者だなというふうに信頼して大丈夫だろうということでこれがまず不動産取引の安全に資すするとというとこですよねで。さらにはでもさっき言ったようにですよ、えーまあ、A さんが B にも売ってし c にも売って。で この先ほどの説明「こうにも売って」というところなんですがではあここでね不動産をお二重に売るまあ、なんでこんなことをするのかというとまあ、割と例えばねお金に困ってるこうーまあコーとかだったりするとですね、えー、やっちゃうわけですよ。えー、ね、例えば午前中に B に売って午後にこうに売るとかね 本当はもうこれあのや,やってることは犯罪なんですがね、えー、そういういことをやるただここでですよじゃあ B さんは私 A から買ったんですとそしてまた同様にこうさんだって私だって登記を見て確認して A から買ったんですよとこういうとこなんですがでもこういった時に、えー、不動産取引の安全円滑というのはどうなるのかっていうとこれを。 確定的にもね、えー、所有権取得したいのであれば、トットと登記をしておきなさいという話なんですよ。でそこで、えー、参照条文といたしまして、民法ね、えー、民法約七十七条で、不動産に関する物件の変動の対抗要件とありますが、この物件というのは、物に対する権利。今回であれば、土地の所有権ね。そして、変動、つまり物件所有権に動きがあった場合の話です。 不動産に関する物件の特装および変更は、まあ、取得失うそして何か、ねえー、権利の内容が変わったりだとかつまり物件所有権に関して何かしら動きがあったならばその後、不動産登記その他の法登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない。 ここでいう第三者というのは、まず B 目線で考えていきましょうか。B さんは A から土地を購入しました。ただ、土地を買ったんですよ。でもそのまま買った後、ほったらかしといたら、後から登場した第三者。えー、A、B を起点として考えると、B からすると、こうは第三者ね。ということで、 B さんあなた所有権取得したと主張したいのであれば登記をしておかなければ第三者である公さんに自らの所有権を対抗ここでいう対抗というのは主張と読み替えてもらって結構です。第三者に我こそが所有者だと主張できません。つまり第三者に立ち向かっていくための武器として登記が必要なんですよというところなんですね。 ってことで登記をしなければ第三者に、えー、主張できません、えー、第三者に立ち向かっていくためには登記という武器が必要なんですよとつまり登記をしておくことで後から登場した公さんに、えー、あんたあなんか A から買ったとか言ってますがほらほら私の名前登記簿載ってるでしょうということを主張することができるという感じなんですよってこれこの後またご説明していきますが通常ね、えー、不動産取引なんかの場合には えその取引のその場にもう使用書士を呼んじゃうんですよ。で使用書士を呼んどいてそしてもう取引があ、ね、成立したならばその場で使用書士さんに速攻登記の依頼をしてまあ使用書士さんは速攻登記申請をするという形です。ですから えー、A が B に午前中に土地を売却した、えー、午前中にもう主要書士の立ち会いの下、えー、もう所有権移転しましまたよもう主要書士さん即攻登記申請する形になりますから仮に A が公に対して午後とか、まあ、もしくは翌日とかね売却したとしてももう午前中にもう登記を済ませておけばあ B は後から出てきた公さんに自らの所有権を主張することができると。 よって後から所有権を失ったりだとかっていうことを登記をしておけばあ我こそが所有者だと主張できますから後から所有権を失ったりとかっていうことはないですよという形なんです。となるとじゃあね、まあ、B さんは登記をすれば我こそが所有者だって主張できるからよかろうと。でも反面じゃあ のの立場はどうなるのかというところなんですがこの場合には残念ながら黄さんも登記で出遅れてしまった以上もう所有権、まあ、A から買ったとしても所有権を諦めざるをえないということから、まあ、最終的には黄は A に対する損害賠償請求だとかで決着をつけるしかないという形にはなりますけれども、まあ、B さんは先に登記をしておけばあ後から会われた黄さんに所有権を奪われてしまうなんてことはないですと。 ですから結構、ですね使用書士さん、まああのねえー、不動産取引ってですね割と皆さんお日柄とかを気にされる方って非常に多いのであの割とですね,、まあ、あそうですね対案、えー、もしくはそう月末だとかって不動産取引って多いんですよ。まあ、いわゆる本契約の締結ですね、えー、本契約の締結っていうのは実際、えー、対案月末の対案っていうのは結構使用書士も大忙しですよというような感じにはなっております。 てことこまあその不動産取引の手続き等々に関して私は消費の登場場面としてはまた後でご説明していきますがでは続きましてじゃあねもうその不動産取引の場面の話に入る前として登記記録の構成といたしまして。 登記記録というのは昔は登記簿という言い方をしていたんですが今登記はもう全部データ管理になっておりますので法務局登記書の方でデータで管理されておりますから登記記録という言い方をしていきます。ということでここで「土地上に建物が建っておりますよと」と「法律上土地と建物って別個の不動産なんですよ」ということで、えー、この場合土地付き建物を購入した。 例えば建て売り住宅とかね購入した場合でも土地と建物別個の不動産ですから登記は2つ登記記録は2つ存在することになりますつまり土地について所有権移転登記をする建物についても所有権移転登記をするよという形ですそしてまあ、これも知っておいてほしいんですが土地の単位というものを一筆とかああね一筆二筆なんて言っていきます 土地続きですよね、えー、お隣さんとの境目であのまあ登記で、えーね、あの人為的にその土地の境目、えー、これをつけてでそして、えー、一つの土地には一つの登記記録という形です。ではその登記記録の構成。 では一不動産一登記記録、登記が二つ存在しますよ。土地についてまず括弧 (1 番括弧 )(2 番構成になっております。えー、括弧 (1 番が表題部とありますが、えー、これは不動産の物理的状況に関する登記とありますが、でこれが例えば、えー、土地であれば面積とかね、えー、それが宅地なのかとか畑なのかとか、えー、そういったものなのっかっております。もちろん住所も乗っかってます。でさらに建物であれば先ほど申しましたように例えば えー、木造なのか何階建てなのかとかああね、えー、屋根の形状はとかそういった情報ね、えー、新築年月日はいつですかとかそういった状況さらには権利部といたしましてこれは権利関係ですねこの権利部は二部構想になっておりまして広区をつくと分かれております、えー、権利部広区には所有権に関する情報 そして権利部「をつく」には所有権以外の権利に関する事項ということで所有権権以外のの利には様々なものがあります例えば先ほど言ったように銀行の抵当がついてますよ抵当権とかね、えー、そしてあと、えー、例えば人に貸してますということであれば、ねえー、所有者はあ地主の A さんだけれども。 B さんにこの土地を使わせてますよということであればあ B はあ例えば地上権とか賃借権という権利に基づいてその土地を使う形になりますが、えー、B の所有権権権とか賃借権ととととかか地上いいううのはおつくこのように、まああね、物理的状況表題部権利関係に関する情報権利部というところに乗りますが。 まず基本的にこの物理的状況に関しては、あね表題部についてはあの主要書士さんの分野じゃないんですね。えー、主に土地開発調査士さんの分野になります。そして主要書士が担うのは権利部に関する登記ですね、えー。これを主に扱っていくという形になります。ではもうちょっと突っ込んで実際のまあそのね、えー、登記記録がどんな風になっているのか、えー、これをまあ、見ていきましょう。 でこちらでですね、ちょっとまあ土地の土器記録、えー、これをね示してあります。でちょっと網掛けしておりますが、あのまあ着目してほしいところという意味で網掛けをしているだけで、実際の土器にはこんな網掛けなんかは入ってませんけれども、先ほど言ったようにまず表題部ですよね。これがあ物理的状況。でさらにはその下に枠として権利部、コ区とありますね。そしてその下権利部をつくと。 このように、えー、三部構成になっておりますよで、これが土地であれば表題部 土地の物理的状況といたしましてまて、あね、地図番号なんてありますが実際ね当期、ねまああね、地図によって、まあ、この土地はここからここまでですよとか、まあ、地図で場所が特定できるように、まあ、地図なんかもあったりするんですが、まあ、地図番号が載っかってたりそしてまた所在といたしまして、まあ、あのね江市江町2丁目なんてありますがで2丁目その後地図の部分 所在の下地盤が2番ですと、えー、2丁目2番の土地ですよというところですで実際の住所と、えー、この土地の地盤というのは微妙に違うんですがね、えー、そして、えー、地目というものがまあ、宅地なんて書いてありますがここがあね畑だったりとかあねいうわけですよでさらに、えー、地積というのが面積ね。 面積として例えば75平方メートルですよとかっていう形で、えー、まあ情報があります。でょとりあえず司法書士の分野としてメインはこの権利部ね。権利部といたしまして所有権に関する事項ということで当期の、ね、この権利部に関しては過去の履歴も見られるんですね。ってことで。 この当期、えー、まああのこの事案は実際また次のページでご説明していきますが、ちょっとね、えー、1番はちょっと省略しておりますが、2番のところをご覧ください。コ、えーク順位番号2番のところ、右側の方行っていただきますと、原因平成25年12月18日相続と書いてありますね。つまり所有者 A さんは かつてあこの人相続によってこの土地取得したんだねと、えー、過去の履歴、えー、その人の所有権取得原因まで、えー、情報として乗っかることになりますでさらにその下三番で、えー、平成三十年十一月二十八日売買とありまして所有者、えー、ね住所と B さんなのかっておりますがですから A が B に、えー、平成三十年十一月二十八日に 売却によって所有権が移転したんだねという、えー、過去の権利変動の履歴物件変動の過程、えー、その経緯これも情報として見られるという状況になりますですから現在の所有者情報だけではなくて過去誰が所有者だったのかというところもわかるようになっているというとさらに権利部をつくといたしまして所有権以外の権利に関する情報として えこここ当権とありますねこの「抵当権というのはあ、ねえー、お金を回収するための担保を設定しておくと、えー、お金を回,回収する手段ですねこれが抵当権というものなんですが右側見ていただきますと「平成30年11月28日金銭消費対策同日設定」とありますがこの「金銭消費対策」っていうのは俗に言う借金です。おお金金金を借借りましししたそののの担保として借金の担保保ととてて 当権とといいうう担保をこの不動産土地につけましたよという状態ねそしてじゃあいくら借りたのかっていう債権額そして利息損害金この損害金というのは万が一支払いが遅れた場合の損害賠償のことです。ということで。 返済、えー、弁債期、まあ、支払い期日までは年2%そして支払い期日過ぎたならば支払い遅れてごめんねの損害賠償としては年4%発生しますよといった形です。そして債務者つまり誰の借金ですかという情報さらには「抵等権者」というのはこの借金のお金を貸した人、えー、株式会社 C 銀行という感じです。では、 この陶器をもうちょっと突っっ込んだ具体的な事案で見ていきましょうでちょうちと次のページでですね、えー、一旦上のところを置いときまして二点々の枠の中でご覧ください事案でご覧いただくと A 所,有の A 所有の土地を B に売却するそして B は土地購入資金として C 銀行から金3,000万円を借り受けたで B は C 銀行への えー、金債、貸し金債務、貸したお金ですね、えー。貸金債務を担保するため、当該土地に抵当権を設定したというところで、で、えー、まあこちらについてもちょっと前の当前の当期ボト合わせるならば、すみません、これ1000万ですね。失礼しました。1000万円借り受けたとっていうことで。 こういった事案です。まあ、実際よくあるような事案ですね、えー。例えば土地付き建物を購入する場合でも、まあ、通常ね個人の方で、ね、不動産を購入される方って、あんまり現金一括でお支払いされる方っていないんですよ。そうすると、まあ、通常銀行から融資を受けるということが多いんですが、銀行から融資を受けるとなると、銀行さんも無担保でお金を貸すのは怖いんですね。となると、 通常はまあ、無担保でお金を貸す特に不動産の購入資金としては俗に言う住宅ローンという形になりますね、えー、住宅ローンという形でお金を貸すならば無担保で貸せませんでは今回購入する不動産に担保をつけさせてくださいということが通常なんですよってこちら えー、銀行さんはあ土地の購入資金として住宅ローン土地購入代金として、えー、1, 万貸し付けますよただその1,000万については万が一取りっぱぐれがあると怖いですね。ということで、えー、当該、えー、1,000万円担保するため万が一払えなくなった時の借金の方として土地に抵当権という担保をつけておくという形です。ですから きちんと B さんがあコツコツ住宅ローン返済してって全額完済すれば、まあ、結局抵当権ってつけなくてもよかったねというね、えー、大丈夫だったねということになるけれども万が一の時のだって先何があるか分かりませんからね万が一の時のために抵当権というものをつけておくんだという形です。となると。 え黒丸のところ一つ目実体上の契約ということでまあこの実体上とのような民法民法上の契約といたしましてまず ① 番今回であれば土地,の売買契約です土地の売買契約としては売り主 A さん買い主 B さんという形ですね。そしてえ B さんは今回の土地購入代金銀行さんからお金を借りるという形で行います。 よって丸2番、えー、銀行からお金金を借借りる借金、えー、これは法律上金銭消費貸借契約というふうに言っていきます。俗にいう住宅ローンを組むってやつですねそうすると債権者というのはお金を貸す返せという権利を持っているという意味で債権者これが C 銀行そしてお金を借りるのが B さん返す義務を負ってるってことで債務者という形になりますが。 これは住宅、ね、土,地の土地の購入代金として B さんがお金を借りると。となるとこれね契約なんかにおいては特にね B さんは今回土地購入代金としてお金を借りるわけですがただ土地購入も、えー、銀行から融資が受けられればっていうのが前提になってくるわけですよ。よって通常はまあね多くのケースって丸一番の土地の売買契約というものは あのまあ,あ不動産仲介業者さんがかんでくることが多いです。となるとまあ例えばあこの辺に土地を探してるんですよということで、えーまあ、あのそうですね、えー、不動産業者さんとかに行ってですねであの例えばあこ,れこれらのエリアで、えー、駅から何分でとか予算はこのぐらいですねみたいなことを、まあ、いろいろあの、ねえー、不動産業者さんとかに、ね、相談しながらで、えー、欲しい土地が見つかった。 まままああいいいたたそそれと同時並行行ししてて自己資資金がいくらららぐりす銀か融資を受けたい通常銀行さんだってある日突然言ってお金貸してください土地購入代金なんです売買契約しましたからお金貸してくださいじゃなくて通常はあのローンですねこの銀行さんも審査をした上で支払い能力がない人にはお金貸せませんよということが通常ですから通常はローンの審査を経て 自己資金いくらでとかねいくらぐらいの土地を買うということであれば、えー、ローンの審査を経てまあ審査が降りたならばじゃあ土地購入資金が調達できるという形でまあ丸一万って通常仮契約だとかを結んでおいたりすることが多いですそして仮契約と並行して、えー、銀行のローンの審査という形なんですねそうすると後日本契約を締結すると。 でこの本契約締結の際に、えー、銀行さんだって先ほど言った無担保でお金を貸すのは怖いということで本契約締結の際に、えー、じゃあ今回購入する土地に担保をつけさせてくださいということで定当権設定契約というものが行われます。となると、まあ、実際ね、えー、もう仮契約の段階で、えー、もうあの、ね、本契約がいついつですと、まあ、これがさっき言ったような対案とかね えーあのー、不動産業者さんとかも今月の売り上げにみたいな感じで割と、えー、月末あたりそして年度末あたりっていうのは契約が多く、ね、集中したりするんですがでそういった時に、まあ、あ実際本契約はいついつですと仮契約締結しましたでこれが本契約に関する情報ですということで実際使用書士のもとにです、ねえーまあ、あのそういったあ、ね、仮契約の契約書、ね、銀行さんの融資そして銀行さんの担保をつけるそういった契約書だとかがあね揃ってきて。 司法書士がまあその本契約に先立って売り主 A さん買い主 B さんとそれぞれと連絡を取ります。で、えー、当日必要な書類がこれこれですと。 そして実際司法書士もですね、売り主 A さんが場合によってはね、えー、住所が変わってるとか、えー、ね、えー、婚姻離婚等によって氏名が変わってるとかああもしくは売り主 A さんね、ただ A さん、えー、実は相続によって土地所有権を取得していってるんだけれどもただまだ親父名義の土地なんだよとかあいうようなケースもあったりするってことで事前に先に済ませておかなければならない登記、えー、がないのかどうかも先に司法書士がまず登記を取り寄せてみて。 ねえー、当日必要になる登記と事前にやっておかなければならない登記そういったものも確認した上迎えるで、えー、事前に本契約の日にこれとこれを持ってきてくださいねってことを売り主買い主とそれぞれと連絡を取り合ってでそして、えー、通常は銀行の応接室で一同に返す銀行の応接室で大体、まあ、いい不動産の、ねえー、本契約を行うことが多いんですね。 これを実務上、えー、まあ決済とか立ち会いなんて言ったりするんですがで、えー、まあその場を仕切るのは実は不動産取引ですよ。えー、本契約丸一、えー、番の売買契約の本契約を、えー、その場を取り仕切るのは実際実は司法書士なんですよ。というのがやはりね、えー、銀行さんもローンの審査を踏まえたとしても最終的に法的に何か問題のある取引にはお金貸せないと考えております。つまり支払い能力だけではなくて、 ねえー、万が一にでも売り主が成りすましということがあっては非常にまずいと,、ねえー、ということから最終的に、えー、銀行さんが融資をしてくれるのは使用書士さんが本人確認をすること、えー、意思確認をすることそして、まあ、事前に、えー、仮契約書そして、えー、本契約書だとかも使用書士は確認しておりますが最後の最後に、まあ、あ特にですね えー、売り主さん、買い主さんの、えー、売ります、買いますという意思これが民法上大事になっておりましてで、えー、最終的に本契約の場で使用書士が売り主さんの売っていいよという意思買い主さんの本当に買いますという意思それを確認した上で使用書士が法的に問題ないと判断したならば最終的に銀行さんに融資して OK ですというゴーサインをするんですね。でそうすると まああ死亡証書のゴースサインを待って、えー、実際銀行はあ本あのね、えー、貸し付けができると貸し付けができるまあ実際銀行は一千万円はいどうぞって渡すわけではないんですよまああ実際はその一千万円というのは支払いに B から A の支払いに当てられるという形になりますからまあ実際は帳簿上の決済で終わるという形になりますが。 と、ねえー、いうところで、まあ、使用書士があー OK サインを出してたならばあ融資ができる。融資ができるということは丸二番の金銭消費貸借契約がお金を貸し付けてそしてお金を貸し付けたならば所有権移転して買ったばかりの便所有の土地に銀行の担保がくっつきますという形なんです。ということで今回不動産に関して 動きがあったのはまず所有権が A から B に動く丸一番の売買契約そして銀行さんの担保が土地につきましたねこの、えー、銀行さんの担保が土地につきましたこれも不動産に関する権利関係という形になりますからその2つについて。 黒丸2つ目ところ,ころ必要となる登記は物件変動は一と三ですから、えー、この1ととにについいて登記をしましままょうという形になります。では登記申請の仕組みといたしましてもうできるだけ不動産登記法はですねあの,手あの手この手で虚偽の登記がなされないようにいろいろ工夫を施しているんですね。つまり、 B さんが今回土地買ったからあ私名義の登記を入れといてみたいなことを B 一人でできたりなんかするとですね買っっってててもないいののに他人の名義を乗っ取ってしままううというやからが出てきますそれまずいですね。ということからまず虚偽の登記を防止するためにはどうすればいいのかっていうとまず A さん B さん双方を登記の手続きに関与させることによって A から B に所有権が移転したんだよと。 いうことがわかるようになるという形なんですそして虚偽の登記を防ぐことができるという形ですそしてまただ,だったらあね売り主さんえ登記を手放す所有権を手放す A だけが手続きすればいいんじゃないのと思うかもしれませんがこれだってですよ 財産隠しだとかで売ってもないのに勝手に他人名義の登記にしてしまうと、えー、僕名義の登記があると誰かに差し押さえられちゃうと困るからとかいうような形で勝手に他人名義の登記にしておいたりだとかっていうやからも出てきますからそれも防ぐためには、えー、所有権を手放す A さんそして、えー、所有権を取得した B さん。 双方に関与させることによってできるだけ虚偽の登記を防止したいということに、えー、ね、えー、この実現に資する,資するという形ですよって上のところ登記、えー、の仕組みに関しては登記、えー、権利者登記義務者共同で手続きをしてくださいと の申請原則として権、えー、権利者義務者権利者者者者義義務務双方でするではこの役割分担登記権利者登記義務者なんですが米印のところ登記権利者というものは登記上形式的に直接利益を受けるものということでこの利益というのは登記記録上まあねちょっと嬉しいなラッキーだな登記、ね、名義を取得する飼い主さんとかそして 定当権者というものが今回でいうと銀行さんの担保あ定当権、えー、これを土地に載せておくことによって万が一の時にこの定当権、えー、実行するという方をしますが不動産を競売にかけてそこからお金を回収できるようになりますからこのように、えーね、所有権登記名義を取得する。 抵当権登記名義を取得するという、えー、この利益というのは登記名義を取得するとかっていうね登記上のメリットです登記上のメリットが今回の登記申請によってある人のことを形式的に権利者登記権利者と言っていきますではメリットがあるならば反面もう一人の立場の人っていうのはデメリットになりますねこれが登記義務者として現れます登記義務者 上形式的に不利益を受けるものということで売り主さんこれは投機、えー、名義を所有権投機名義を手放すという不利益そして定等権設定者定等権設定者というのは下の丸三番の契約のことで B さんはこの度購入した土地に銀行さんの定等権がくっつく定等権がくっつくってことは万が一お金返さなかったら 抵当権実行つまりイコール競売されちゃうんですよということでそのような抵当権がが乗っかるという不利益デメリットがありますねそういった意味で、えー、この登記権利者登記義務者という、えー、メリットがあるものデメリットを受けるもの双方が登記手続きに関与することによって虚偽の登記申請を防止するということです。では この登記の手続きに関して、えー、この役割分担も含めて、必要な登記丸 ① と丸 ③ について見てまいりましょう。必要となる登記、物件変動、つまり土地に関する権利関係の動きで大事なものといたしましては、えー、A から B に所有権が移転しましたよと。 でそういったことを登記記録に記録。登記記録に記録っていうのは、要は登記のデータに B さんの名前を所有者として載せてください。入力してくださいがまあ、記録の意味ですよ、えー。所有者 B ですという情報を登記に入力してください、えー。A から B に所有権が移転したんですよということを入れてください。そうすると、A から B への所有権移転登記でいうと、先ほどの役割分担。 登記権利者は所有権登記名義を取得する B さんこれががによって、A、メリットがありますそして、えー、登記によって次メリットがあるのはあデ,メリット失礼デメリットを受けるのは所有権登記名義を手放すというデメリットといたしましては A さんね。ということで登記名義を取得する B さん登記名義を手放す A さん。 権利者義務者の役割分担で所有権転等をしましょうと。ただ実際 B さんと A さんが登記所に出向いてっていうことではないんですよ、えー。ここを司法書士に登記の手続きの代理を依頼するということで、司法書士 X さんは B と A の代理人として所有権転等を、えー、これを行うことになります。 ちなみに、えー、このね登記手続きをビジネスとしてすることができるのはあ実際ねこれ資格が必要なんですよ。で、えー、この権利関係、まああのねえー、資格が必要、ね、実際の資格といたしましてはあ使用書士かあと弁護士さんね、えー、弁護士資格か使用書士資格が必要です。ただ現状ですね、えー、弁護士さんでこのような権利関係に関する登記業務やってらっしゃる方っていうのは、えー、現実的にま、えー、ずほとんどいらっしゃらないです。 というのがやはり弁護士さん制度上ではできることになっていたとしても不動産登記、えーね、あの相当細かい知識が要求されます。で万が一にでも間違ってしまった登記間違った登記をすると不動産もともとが高額な財産ですよねとなると、えー、まあちょっとそのリスクもあります。 ってことこで、えーまあ、あのきっちり、ねね、相当細かい知識が要求されますからあなかなか弁護士さん制度としてはできることにはなっておりますが弁護士さんでこのような不動産取引における登記業務をやってらっしゃる方弁護士が増えてきた現状においてもまず聞きません。ということで、まああね、権利の部のお、ね、登記業務に関してはもう使用書士の独断状と言ってもよいでしょう独断状というのがもう証書資格が必要なわけですから。 ってことで、実際不動産登記の業務といたしましては、まああ、ね、不動産登記の手続き全般の9割以上が主要書士が関与しているという数字を見て見ても、まあ、主要書士の独占業務と言ってよいでしょう。でその上で、まあね今言った所有権移転登記これ代理します。ではもう一つ必要となるのが抵当権の登記ですね。 これも、えー、銀行さんの担保があ土地につきましたよ、えー、定当権がつきましたよという、えー、定当権というのが万が一返してもらえなかった時に、えー、銀行さんがあ貸した金、ね、住宅ローン、えーね、うちの銀行が優先回収しますよというの定当権なんです。ということで B 所有の土地に C 銀行の定当権が設定されたことこれを登記記録に載せますよと A から B に所有権が移転しました。 所有者となった B の土地にすかさずも C 銀行の抵当権が乗っかるという形ですそうすると抵当権の登記に関しては C 銀行が抵当権の登記名義を取得するというメリットがありますよって C 銀行が登記権利者そしてまあ B さん先ほどは所有権転登期の際には登記権利者でしたけれども 次の定当権設定登記においては自分の所有権の土地に自分が所有者である土地に銀行の定当権が乗っかるというこれも一つのデメリットですよね。ということで B さん先ほど権利者だった B さんは今度この度は義務者として登記義務者として関与すると。でこれもやっぱり銀行さん、えー、使用書士さん、えー、銀行さんとあと、えー、あの 設定当権を設定した B さんが司法書士さんに登記の依頼をお願いすると登記の手続きをを代理をお願いいするという形です、まあ、実際ですねこれもう銀行さんも、えー、確実にこの定当権の登記まで入れてもらわなければ困りますから、ねえー、まず、えー、司法書士が仮に個人で土地を購入する B さんが今回ね司法書士資格を持っていたとしても。 銀行さんはもう登記私できますからという場合でも別の使用書士にお願いしますと言ってくるんですよ。なんでかっていうと確実に銀行の定当権の登記が、えー、今日入ること、えー、これじゃないと銀行困るんですね。えー、やっときますじゃあもう銀行さん不安なんですよ。ですから取引の場に使用書士を読んどいて丸一番の本契約そして、えー、ね、えー、お金の貸し付け そして、えー、定当権の設定そしてもう即日使用書士さん登記をお願いしますという形でその場に使用書士を読んどくと使用書士は登記に必要な書類だとかそういったものも預かった上でえで、ー、もう即日に登記の手続きをするというのが通常です、まあ、今登記の手続きもオンラインで、えー、できますので、えー、もう取引済んだならばもう事前に準備だけしておいてオンラインでする飛ばすとういうことがあ通常ではありますよねというところです。 ということでこのような形で使用書士が登記業務に関与しておりますまああの結構ですねあの使用書士業務まああのこの不動産登記に関してはあの取引の場面を今申しましたけれどもその他でもですねあの相続に関して、えー、ね先ほど親父が亡くなった、えー、土地所有権例えば父一人子一人だったりするとね、えー、息子さんが一人で、えー、お父さんの所有権を相続によって取得するということもありますしそしてまた 他にもね、相続人が何人かいたような場合なんかにおいては遺産分割によって、えーねえー、所有権を取得するそしてまた自分が亡くなる前に遺言法律上遺言という言い方をするんですが、えー、私が亡くなった後とは、えーねえー、じゃあこのマンションはこの人にあげたいと思うのであれば。 登記の手続きを踏まえた上で遺言書の書き方、えー、というものもまあ,あね、えー、いろいろどういった言葉を使うのがベストなのかとかあったりするんですよということでまあ,あそういったものも含めてですねあの割と使用書士がアドバイスをしていくということは多いですで、えー、先ほど申したようにまああの特にね、えー、不動産登記業務というのは使用書士の業務の大きな柱という形にはなりますのでまあ、かなりもうね、えー、まああのー 関与の仕方としては様々ではありますが不動産の相続だとか取引だとかそれ以外にもさまざまな場面でこの不動産といろんなパターンがありますのでそういったものをかなり細かい事案を学習していくことになります。 とということで、司法書士は実務家登用試験という形になりますから受かった後の実務に即したあ、ね、今のような話だとか他にも例えば、ねえーもうあのね、先ほどちらっと申し,た申しましたような地面師みたいな事案だとかね、えー、もう講義の中では実際扱っていきますということであのかなり実務に即した具体的事例をもとにやっていきますから、ねえー、まああの具体的事案でそれが記述の問題として司法書士権に現れてくると。 登記の手続き、えー、順番はどれから申請すべきですかとか、えー、契約書とかいろいろ示されているんですよでこういったものを扱っていくことになるので受かった後の自分の実務が見える形になりますから割と合格後があ想像しやすいモチベーション湧きやすい資格なのではないかなと思います で特にこのような資格の勉強というのは義務でやるものではないんですが、えーまあ、あの比較的、えー、勉強しながら興味を持って取り組める内容でなければ勉強って、えー、続かないところが大きいんですがあ特に不動産登記は正面からきっちり学習していくとしかも多くが具体例扱いますので、えー、あそうなってるんだうなるほどねという形で、えー、楽しく学習できるのではないかなと思います。 とということで最後に、えー、登記記録今の事案において、えー、実際こうなったよというところを確認しておきましょう。先ほどの事案売り主 A さんでしたねでそうすると A さんはあかつては相続によってこの土地を取得していたんだそして、えー、A さんの所有者として住所・氏名まあ上がのを買っております。そして 不動産登記においては過去の履歴経緯も必要だ、えー、の工事、まあ、情報公開も必要ですとつまりあえか前所有者の A さんは相続によってこの土地を取得したんだねそして A さんはあ約5年後にこの土地を B さんに売却したんだねとそして B さんはこの土地を購入するに際して銀行 C 銀行から1,000万借りたんだね。 その1,000万の担保として、えー、銀行さんの定当権がついてるんだねという情報があ情報公開として乗っかるというイメージです。となると、まあねえー、確実にもう B さんがコツコツ住宅ローン返済できたならばあもう銀住宅ローン返済したならばあこの定当権というのはもう用済みですから、えー、全額完済したならばじゃあこの定当権消しましょうという形になったりするわけです。 ということで、あのー、まあ、こういった登記記録ですね、えー、まあ、あのかなり、えー、試験勉強においてはいろんなパターンを見ていくことになります、えー、実際マンションの登記とか、ああ、こういったものも扱っていく形になりますので、ぜひですね。あのー、まあ、受かった後の自分の姿を想像できるところもありますし。しえー、まあ、あのー、割と自分の一生の身を立てることができるだけの資格というところになりますから。あのー ぜひ皆さんのチャレンジをお待ちしております。で、それはですね、えー、ぜひあのねレク各本校においては、えー、講義の無料体験も可能です。えー、ね、ぜひ。 あとは講座説明会そもそも主要書士の登記業務以外のお仕事だとかも講座説明会においてはいろいろ聞けると思いますのでぜひレック各本校にお越しください。それでは皆さんが主要書士のチャレンジそして一発合格していただけること皆さんのチャレンジをお待ちしております。本日は以上ででで終了です。お疲れ様でした。